史上最低の総理大臣、菅直人元総理大臣で学ぶリーダーシップとは何か緊急事態にどうして政治家は最前線に行ってはいけないのかその理由を解説します。うん はい、どうこ,とでこんばんは。参議院議員の音田俊です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。今日は3月14日ですかね、日曜日に収録をしております。おととい3月12日の金曜土壌ショーで、福島フィフティというですね、福島第一原発事故を扱った、この映画、ドラマ、映画ですね、2時間半の対策なんですけども、映画が地上,者地上波、 初放映をゆちゃん静かにしてね地上波初放映をされまして私も録画をしておいてですね昨日の朝ちょっと早起きして子供たちが起きてくる前にですねこの拝見をしたわけでありますけども、まあ、あの非常にいい映画ですので何でしょうこのイデオロギーにとらわれるですず、ねまあ、脱原発と言われる人もあるいは原発を容認する方も、まあ、どちらの方の立場にも見ていただきたいなという,ふうに思います。これ原作を書いたあの作家の方がですね、まあ、どっちかというとこの保守派のかなり保守派の論客なんで結構このリベラルな方からですねこの映画とかその原 原作っていうのはは非常に嫌われがちでであるんですけども、まあ、むしろ脱原発の立場から見てもですねいやーこんな恐ろしい原発というものはやっぱりもうこれ以上作っちゃいけないなという立場からも見れるし、まあ、技術者のプライドとかでね乗り切ってきたこの事故を乗り切って、まあ、やっぱりこの原発というのをどうしていくかっていうのを前向きに考えようって、まあどっちの立場からもま見れる映画ですので、まあ、そういう意味でも非常にいい映画だったかなという,ふうに思います。 さてですね。じゃあ、ま、この映画でちょっとリベラルの方々に人気がない理由として、まあ、菅総理、まあ、菅さんという名前出てこないんですが、当時、原発事故が起きた時は、まあ、菅、菅総理じゃないや、え、菅総理ですね。え、菅直人総理大臣が、えっと、民主党政権のトップだったわけで、まあ、この映画の中でも総理っていう単語でこう名前は出てこないんですけども、その総理がかなりね、悪く描かれてると。まあ、これはね、当然原発の事故の現場、最前線の方とかから見るとですね、ま、ほんにね、当時の、まあ菅、菅総理でも、菅直人総理の、このリーダーシップ、立ち振る舞いというのは、もう、ほんと最近、 相手だったとということで悪い評判しか聞こえてきませんので、まあ、それは忠実に再現されているんですけども、まあ、もう10年前のことなんでね、お忘れになかった方もいらっしゃると思うんですが、まあ、菅直人総理大臣が、まあ、当時何をしたかというと、まあ、原発事故が起きてですね、まあ、大変なことになっているときに、現場に行くといって、ヘリコプターを手配してですね、なんとこう原発の方に、ね、乗り込んでいってで、そこにマスコミを引き連れていって、でこう自分が降りるシーンの写真とかを撮らせたりとかですね、まあ、そういう演出までして、そして現場に入ったら現場に入ったで、あの除染もせずにですね、あの放射性物質が飛んでいる現場というのは、入り口でこう、 いろいろこうやって除染をしてから入るっていうのはこれも基本の木なんですけども、まあ、そういうこともほとんどやらず、まあ、会議室に入りあいならのわり散らすと、まあ、そういうことをやってですね もう、はい、もう、非常に本当に評判が悪いことやらかしてしまったわけです。まあ、しかもその後の東京電力との会議でも、なんか、お前ら命がけでやれとかですね、逃げる場所なんかはもうどこにもないんだとかですね、ものすごい勢いでですね、まあ、上から目線で説教した、まあ、総理ですから、それは偉いんでね、あれなんでしょうけども、まあ、最前線の命をかけてすでに戦っている人に対して命がけでやれとか、逃げるなとかですね、まあ、とんでもない葉っぱをかけてしまったと、まあ、いうことで、それからですね、もう忠実に、この映画でも、そしてその原作のフィクション、ノンフィクションのレポートでもですね、本でも、まあ、書かれて そういうところが、ねまあ、リベラルと、まあ、民主党を支持している方々には耳が痛いのかなという,ふうに思うんですが、まあ、これで、ね私,まあ、私はもともとそういう民主党政権にも今の立憲民主党にも批判的な人間ですけども。 まあそういった場こさっぴーって考えてもですね、まあリーダーとしては、もう本当に,人に最低の行動だというふうにもう言わざるを得ません。で、これはね、ある意味、支持者の方でも、やんときの,時のカンナなとは良くなかったよねっていう人はたくさんいらっしゃるということからもえ分かっていただけると思います。まあ唯一擁護するとすればですね、確かに東京電力のこの本社とこの官邸の連絡がスムーズじゃなくてですね、まあその東京電力に対してブチ切れて葉っぱをかけたと、まあいう面もあったから、まあそこのこの東電にこう、プレッシャーを与える意味では良かったと、まあいう人もね、多少はいます。まあそこは多少もいるということはお伝えしますけども、まあ まあでもあの行動は基本的にはほとんど100回やって1年だしにまあ99%悪い行動だったなというふうに思いますでは、まあ、これ改めてねなぜこういう時に、まあ、災害とかの現場の最前線に首相とか政治家とかそういう偉い人が行ってはいけないのかというとですねまあこれはもう分かってる方は分かってる通りそんなね偉い人が来たら現場の作業はね一旦全部止まってしまうわけですよで総理が来たからじゃあその辺の下足版みたいな人が適当にその辺回んない人へまあなんだろう状況説明すればそれはいいかっていうとそんなことないわけですよね当然総理がとか閣僚 クラスとか国会議員とか来たらその受け入れるとか方もそれなりのポジションの人がこう出迎えなきゃいけないで状況がどうなってるかは説明1から10まで説明しなきゃいけないし、まあ、質問に答えられないということになればです、ね、ブチ切れられて何が起こるか分かんないですからもういろんな情報をです、ね、もう一回整理をして正しいことを伝えなきゃいけない、まあ、この受け入れるためだけにものすごい、ね、労力がかかるわけですね。 ま、実際にこの福島50の映画の中でもですね、ま、ものすごいこういろんな準備をしてですね、もう決死隊が弁当をしに、え、原発の対応しに行こうとしている時に、総理が来ちゃったもんだから、ま、その、え、受け入れと、二足のわらじで同時並行しなきゃいけない。で、こう、放射性物質が飛び交っているところだから、つけるマスクとか、そういうの誰が用意するんだと。本社が用意してくれ。いや、本社にはない現場が用意してくれとかですね。ま、そういうことで受け入れ側がすごく揉めて、もう、ただでさえ命を懸けて戦ってる現場の大きな負担になっているということがね、非常にこのリアルに描かれてるわけですけども、まさに本当そういうことで、だからこそ、ね ですねまあ、総理はとか政治家とか行、ね、っても正直現場では役に立たないわけですからそういう人はちゃんと後方のしかるべきところまででこう、まあ、どんなにねそれは我が身見たいとかそういう。あの 我が目でこの現場を確認したいとか、ちょっとでも正確な情報を取りたいとそういう気持ちはあるでしょうし、まあ、目立ちたいね、カンナオトさんで言ったら目立ちたい、まあ、そういう写真をマスコミ撮らせて、胃の一番に現場に乗り込んでいた責任感がある政治家みたいなことをアピールしたいとか、それいろんな思惑あるんでしょうけども、ぐっとこらえて、ですねやっぱりしかるべき情報ラインを整理をして、それから吸い上げた情報で、体局的に物事を判断する。 まあこれが政治家のやるべきことでありますので、まあ、あの時にこう最前線に勝手にもう自分勝手に乗り込んでいった菅直え総理のまあ行動はまさしく歴代の歴代最軽の総理大臣というふうにふさわしい、まあ、はっきり言ってもね愚行だったなというふうに改めてね私もこの映画だけじゃなくてその後原作の本も昨日もう2時間3時間ぐらいばっと読んじゃったんですけども、まあ、本当にいろんな当時の証言とか記録を見てもですね菅、まあ、直人さんもうダメだったなというふうに思います、えー、なんでまあこの、ね、リーダーシップ本当危機のの時こそ,その吉田所長という原発の最前 前線にいた所長のリーダーシップというのは素晴らしかったし、逆にこの政治家たちというのはまあ、本当にどうしようもなかったなという風に思いました。ただですね。政治家も悪いことばっかりじゃなくて、ちょっと今日ボルブログにも書いたんですけども、細野豪志さんっていう。今は自民党の会派に入ってますけども。細野さんっていう方が環境大臣として、あるいは原発事故復興大臣として、あの原発事故担当大臣として活動してきた時にはですね。まあ、いくつもまリーダーシップを発揮して整理をしてきて、そして今もですね。その時ので、ね、うまくいかなかった。民主党政権ではうまくいかなかったことの責任を取って、今解決しようとして取り組んでいるまあ。そういう。 のの方もいいらっしゃいますジッポひとからげに政治家すべてがもうリーダーシップがなくてだめだというわけではないんですけども、まあ、あの福島フィフティという映画あるいはその原作「死の淵」を見た男ですかね角田さんの本ですけども まあ、こうしたものを見るとですね、改めて学びが多いなというふうに思いましたので、まあ、ぜひ見ていない方という方がいらっしゃったらですね、えー、映画、もしくは原作の方を見ていただきたいなというふうに思います。<laughs> まあ、あの、そうしたね、カンナオトさんのようなリーダーの姿というのは、まあ、反面教師にして、まあ、批判ばっかしてもしょうがないですからね、えー、私はもういつものことではありますけども、まあ、そういう現場の負担にならないようなリーダーシップを発揮して、しっかりと建設的な提言ができるように、引き続き努力を重ねていきたいと思いますので、よろしくご指導、ご鞭撻つの音と,と、チャンネル登録、 チャンネル登録をよろしくお願い申し上げまして。チャンネル登録よろしくね。はい、娘もチャンネル登録よろしくねということですので、お願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。えー、それではまた次回、さよなら。<laughs> さよならするさよなら。